ばんは。本日は折り紙スロットのプレミア公開への参加ありがとうございますなのだ。今回は結構前にあった迷子店での北京なりかけ事件の後日談をご紹介。その動画の通り、通常 B ばかりハイエナしてで禁になりかけてイエローカードまでもらってしまったので、じゃあちゃんと設定狙いで立ち回ったるわいと。北京なりかけ事件の3週間後、平日丸一日勝負に挑んだのだ。その時の狙い台はバカの一つ覚えのスマスロ鏡。現代された日に設定が入るという情報を聞きつけてイエローカード取得後、間もない迷子に突撃したのだ。慣れない設定狙いで折り紙は立てたのか、2枚目のイエローカードで無人となるのか。折り紙の末路をとっとご覧あれなのだ。朝から30分後、すでに朝から4台目前日にへこんでいて朝一設定変更の挙動があった台。珍しく高設定狙いをしてたけど、4番前たらかにある基地帯ができん理由になることを忘れていたのだ。チャンス目からボーナス、高設定狙いとしては良い挙動。普通に赤7だけど、まあよし。右、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 
められないよ。何事だ。終わり。いや、音楽変わってるのだ。
んなもんか。ここで少しエクスタの可能性を考察。エクスタの恩恵はこの3つ。そしてここまでの結果がこちら。3桁上乗せ2回が十分なんだけど、ステージアップが弱いのだ。ちょっと厳しいかな。ところで皆さん、ここで使っている煽り BGM、 どのスロットか分かりますか？分かった人コメントくださいなのだ。山下さん、復活希望ですなのだ。せやろな。さてさて、変なゲーム数で煽りが発生しているけど、動画編集疲れてきたのでここまでとするのだ。壊れ状態の鏡がどうなったのか乞うご期待なのだ。それでは次回忍び寄る店員でお会いしましょう。では最後に折り紙からご報告。本当にありがとうございますなのだ。定年までに1000人超えたらいいなとのんびり思っていたものの、想像以上に好評で1年ちょっとで1000人突破できたのだ。引き続きスロの有益な情報をお届けするので、これからもよろしくなのだ。では次回後半でお会いしましょうなのだ。